먹다おすすめ人がこちらのテレビ局に。グルメ番組の名プロデューサーらしいんですけどって、あれ、クッキングスタジオ、あのプロデューサーさんはどちらにいらっしゃいますかね。え、私がプロデューサーのイ・ウクジョンです。え、そうなんですか。イさんはグルメ番組を作るのみならず、お料理の腕前もプロ級なんですって。ランチにおすすめするのはソウルっ子に欠かせないチメクですね。チメク、チキンとメクチュ、つまりビールのセット、韓国人のソウルフードですよ。へえ、あ、イーさんがお気に入りのお店ってあるんですか。鶏を丸ごと1羽大釜で素揚げにする店、パリパリのチキンはビールとの相性抜群ですよ。大釜パリパリすぐ行かなきゃ。おすすめのお店はカンナム駅のすぐ近く、大通りから路地裏に入ったところ。ソウルっ子に愛されるお店が立ち並ぶ一角なんですよ。チメクって、チメクってなんでわかんの。いや、いや、ここら辺だって聞いたんですけど。わかった、これはチメクじゃない。チメク、これチメクですか。これチメクだと思う。逆、こっちだと思うんですけど。チメク、じゃあこれは何。いらっしゃいませ。違う、これ、あ、なんか、あ、唐揚げっぽいもある。あ、あれ鳥ですね、うん、あ、入りましょう。こんにちは、チメク。あ、チメク、あ、ここでいいですか。合ってます。これ、これいただきましょうか。あ、あ、そう、チメク。これ、これチメク、はい、これをじゃあ2人分。ビールは何にします。あ、ビール、あ、ビールと一緒にいた、あ、いただくんですよね。はい、はい、はい、ママビール、ママビール、生ビール。このビールは、上手上手、このビール美味しい。Yes. はい、ああ、じゃあ、じゃあ、これをお願いします。チメク、オッケー、カモン。来た、わー、わ、え、すごい、すごい、すごい、これ、ちょっとこれ初めて見る姿なんだけど。いらっしゃいませいらっしゃいませ、みたいな。え、手でさばくの。あ、やってくださるの。お願いします。すごい、すごい、わわ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 、もうね、すでにね、食欲はマックス。室井しげる初の食レポ、参ります。うん、美味しいとおっしゃってます。言葉がね、出ないんですよ。じゃあ、細田くんの食レポは。うん、うまい、しかも甘いし。確かに甘いね。うん、ほんとジューシーな甘みがあって、うん、おいしい。あら、しかもビールにぴったりとおっしゃってます。涙目になるくらいね、おいしいんですよこれ、うん、きっと何か特別な技があるに違いないわね。ただ丸揚げにするとももなど肉の厚い部分に臭みがこもってしまうので、そこに丁寧に包丁を入れて臭みを飛ばすようにしているんです。なるほど。そして衣をつけずに素揚げするんですね。ふう、いい音。ひまわり油をブレンドすると香ばしくなるんですか。しかもこの大釜は熱伝導がすごくいいから、短時間で鶏肉の芯まで火が通り、中はジューシー、外はパリパリに仕上がるんですよ。ほら、この音、パリパリ、皮がカリカリになってるのに中はとってもジューシー、だからどんどん食べられるんですよ。婿殿には鶏を一羽丸ごと料理してもてなすべしという古いことわざがあるくらいで、韓国人の鶏好きは国民性なんでしょうね。まさにソウルフードね。完食ですよこれ、うん、あんたちょっとたくさん食べ過ぎたんじゃない。そうだな、すごいやられるなこの旅。もう一羽行きますか。じゃあ
極上のチキンとビール、路地裏のチメクで気分はすっかりソウルっ子。